何これ？あ、ちょっと待って、マイキー、ストップ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 。え、待って、マイキー、マイキー、ああ。何これ、全身。え、マイキー、ストップ、ストップ、ストップ。なんでこんなに大量の DLT があるの？おかしいよ。いや、マイキー、これは、手に入れたんだよね。手に入れた？うん。どうやってこんなに大量に集めるの？え、大量かな？いろいろあるじゃん、マイキー。それに、僕が DLT 好きなの知ってるでしょ？ちょうだい！ちょうだい！ちょうだい！しかも、ボタンがある！いや、マイキー、そのボタンは押さない方がいいと思うよ、本当に。え？今なんて言った？今なんて言った？え、だってそれ絶対押しちゃいけないやつだから、マイキー。押さないでって言われると、押したくなっちゃうんですよね。いや、待ってマイキー、絶対押さないでね！ちょっと。え？だって！いいかな。うん、いいよマイキー。はあ、ああ、マイキー見てよ。大変なことになっちゃった。うん。ああ、ごめんなさい。僕の家が TNT が。ごめん。まあマイキーしょうがないな。今回はマイキー反省してるようだし、今回は特別に許してあげるよ。ごめんなさい。つい押したくなっちゃって。まあまあマイキーいいよいいよ。とりあえずマイキー今日は寝ようか。うん。今回のことは気にしなくていいよマイキー。まあいろいろあるんだ事情が。ごめんなさい。うん。ああ。まマキーとりあえず寝ようよ。ベッドそこにあるからさ。うん。よしマキー寝よう。マキーは緑ね。うん、おい。よっしゃ僕も寝ようっと。おやすみ。ふう。なんとかね。ごまかせました。被害者のふりをすることって。ただ、僕の家もマイキーの家もね、両方爆発しちゃいました。マイキーはなんかね、今日は爆発しちゃった自分の家をね、修復するらしいんだけれども、なんかどうやら頑張ってるようだね。お、なんか土を持ってきたさ。昨日は木で頑張って作ろうとしてたのに、今日は土になったな。まあ、めんどくさくなっちゃったのかな。木を刈るのとかね。まあ、土が一番早いからね、集まるの。まあ、僕はクリエイティブモードで何でも出せるけど。そうだな、まあ、マイキーが家を作ってる隙に、僕も、ここがね、空洞になっちゃったから、ここにエレベーターでも作ろうかな。簡単なエレベーターがいいよね。マイキーにバレないようにしないとね。飛んでるの見られたらね、一瞬でクリエイティブモードを使ってることがバレちゃうからね。よし、終わった。マキ何やってんだろう。なんか作ってる。ちょっと様子でも見に行きますかね。ヤッホーマイキー。うん？ああ。何やってんの？できた。できたの、パンができた。美味しい。とっても美味しい。あげるよ。ありがとう。でもさ、あれ？でもマイキーさ、どこで小麦とか手に入れたの？そこだよ、そこ。そこから手に入れた。おー。マイキー、でもさ、これ、うん。村人さんの小麦じゃん。え？そうなの？まあまあまあ。泥棒になっちゃうよ。まあ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 、マイキー。うん、とりあえずさ、僕の家ちょっと見に来てよ。面白いものができたんだ。誠一の家ってさ、うん、崖の上にあって行くの面倒くさいんだよね。不便なところに作ったよね。プププププププだね。何？僕の家みたいに便利なところに作ればいいんだけどね。プププププ便利でしょ、ここ。アクセス最高なの。改修工事終わったんだね。そう、素敵でしょ？素敵でしょ？確かにこっちの方が住みやすいんじゃない？まあマイキー今度はドアつけなよ。まあっていうのは置いといて。マイキー、うん、僕の家来てよ。まあいいから来て。とりあえずさ、不便なところにあるって言うけど、とりあえず来てよ。うん、しょうがないな。うん、行こう行こう。ここから上がれるようになったんだ。立派な階段だね。うん。まあ上がって上がって。ほらほら。で、マキ、そん中入ってみて。入ればいいの？うん。入って入って。何これ？まあまあまあ、入ってみてよ。うん、3、2、1。うわぁ！何これ？すごいや！じゃん。すごいや！すっごい便利。すごいでしょう。確かに崖を登るのめんどくさかったから、エレベーターを作ったの。うん、なんか驚いたら、さっき食べたパンじゃ足りなくなってきた。お腹空いてきたかも。またお腹空いたの？あ、そうだマイキー、今度から村人さんのものを勝手に使わないように僕たちオリジナル、僕たちの農場を作ろうよ。いいね。けどさ、何？全市の家の周りはさ、砂漠じゃん。ああ、ま
まあ確かにな。どうやって砂漠に作るの？砂漠に牧場なんて作れないでしょ。まあ確かにここ一体砂漠なのか。まあマイッキーのところは、うん、地面が土だから作りやすそうだね。そうでしょ。いやマキ、じゃあ対決しよう。どっちがいい牧場を作れるか。そうしましょう。うん、マイッキーには絶対に負けないぞ。作り始めた。あ、木のクワでなんかやってますね。でも近くに水がないとちゃんとね土を耕すことができないんだけれども、マッキー知ってるのかな。なんか知らなさそうだな。まあいいや、後でマッキーに教えてあげるとして、僕は僕でここに超立派な畑を作っちゃおうかな。よしよしよし、まずは整地からしようかな。よし、次はこのコマンドの能力を使ってここら辺一帯を緑にしちゃいますかね。マイッキーは砂ばっかりプププッとか言ってたけど、これ全部緑の土地にしちゃうぞ。マイッキーは水がないと土を耕すことができないってまだ分かってないから苦戦してるようですね。よし、今のうちに作っちゃうぞ。ここら辺あたり一面を緑にして、うん、オッケー。そうしたら畑はここら辺に作ろうかな。お、マイキーがなんか一向に進む気配なさそう。今のうちにマイキーが棒立ちをしてます。人参とじゃがいもとスイートベリー、まあ、あと小麦とかでしょうかな。じゃがいも、人参、スイートベリー、ここでちょっと裏技を使いたいと思います。この骨粉を使うことで作物のね育つスピードがものすごく速くなるんです。こんな感じ。うん、マイッキーがもう機能を停止してますね。何をやってるんだろうマイッキー。よしよし、マイッキーに早くこの完成した作物を見せたいな。いいぞいいぞ。うん、完成。結構いいんじゃないのかな。これこれに収穫したものを入れるチェストとかを作って、うん、完成かな。結構可愛いんじゃないのかなこの畑。マイッキー。おお、ん、あー、センチ完成したの。見て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 、完璧な僕の農場見て見て、きっと驚くと思う。うん、ただね、うん、おかしいの、ずーっと見てるんだけど作物が育たないの。おかしいな、完璧なやつなのに。マイッキー、あのね、うん、なんでこうなるか教えてあげようか。水がないからだよ、水。ん？畑の近くにね、必ず水が必要なの。流してあげようか、水、ここら辺に。ああ、待って待って、知ってる知ってる知ってるよ、大丈夫、ありがとう。ああ、そうだ、水を流すの？どうやって？なるほど。遠慮しなくていいよマイッキー、僕水持ってるからあげようか。うん、ほら、これでマイッキー、ちょっとここを掘ってよ。こんな感じ？そう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 。うん。え？これでオッケー。これでそのうち作物が育つから待ちなよこれで。ありがとう。まあ僕なこんな感じ、割と97点ぐらいだったよね。うん。そう。うん。まあ全員一のも見せてよ。僕の完璧な農場を見た後だとちょっと自信失ってないか心配だけどね。だってプップップッ。善一は砂漠のところでしょ、どうやって作ったんでしょうかね。まあいいや、じゃあマイキー見に行こう。見に行こう、到着。早く早く早く、どこ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 、じゃん、あ、マイキー、スイートベリーには近づかない方がいいよ。スイートベリーだ、トゲが痛い。スイートベリーちょうだいちょうだいよ、スイートベリー。いいよ、ほら、甘い、甘いでしょう。甘いよ。ここに人参もあるよ。人参もあるし、じゃがいももあるし、小麦もある。ちょうだい。どう？僕の牧場。すごいよ。うん。どうやって？すごい。天才じゃん。砂漠の中にこんなすごいの作っちゃうなんて。うまい。砂漠もさ、緑にしたんだ、頑張って。大変だったでしょ。一個一個ブロックを置き換えるの本当に大変だったよ、マイッキー。わかるわかる、さすがに農場作りは僕の完敗だ、負けだよ、まあ僕はマイキーの畑もまあ好きだけどね、うん、なんか可愛いし。あー、そうだマイキー、ん、作物を作ったのはいいけれども今日さ、うん、牧場も作らない、ついでに。え、
牧場？うん、そうだ、こう見えてね、亀なの。だから農場よりも牧場を作るの方が得意に決まってんじゃん。忘れてた。牧場作り対決しちゃおうよ。うん、あ、けど悪いんだけどさ、人参もうちょっとちょうだい。人参？豚さんが欲しくって。ああ、なるほどね。いいよ。 Thank you。 人参あげよ、マイキー。牧場作り対決しましょう。うん、帰る。じゃあマイキー、できたら教えてね。僕も作るよ。作りましょう。牧場はこんな感じでいいかな。水飲み場もあるし、 OK。 マイキーは何やってんのかな。何やってるんだ。ちょっと手、あ、豚を捕まえて誘導してるぞ。人参を使ってバレないように近く行ってみよう。おお、すごいすごいすごい。マイキーが豚を誘導してる。おー、あ、そうだ、なんかマイキーに僕がクリエイティブを使ってることね、全くバレないから少しドッキリをしちゃおうかな。今からね、このゾンビのスポーンエッグを使ってマイキーの牧場の中にね、ゾンビを召喚しちゃおうかな。マイキーもどこら辺だ。あーし、急いぞ。ちょっと出しすぎちゃったかな。まあいいや。お、来た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 、マイキー来た。よしよしよし、うんうん、よしよし、あ、ここだよ。マイキー大丈夫？大丈夫じゃない。なんで？待って、任せて僕に。僕が倒してあげる。マイキーをいじめるな。助けて。よし。あ、ありがとう。危なかった。あ、まだ。豚さん中入んな。豚さん。待って、マイキーまだ一匹いる。一匹いる。マイキー逃げて逃げて。あ、マイキー。ジュイジ、助けに来てくれてありがとう。豚さんもなんとか入った。可愛いでしょ。僕の牧場これだよ。まあこんなもん。ジュイジのも見せてよ。道のど真ん中。あ、でもマキちょっと待って。僕のもうちょっとで完成だから、ちょっとだけここで待っててよ、マキ頼む。うん、わかった。待ってよ。おい、プティさん。よし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 。うん、マイクオフです。さすがにね、今のゾンビは気づかれると思ったんだけれども、全く気づかれないので、この羊のね、スポーンエッグを使って、これでもかってくらいね、羊を出してみたいと思います。これでもかってくらい出す。絶対に、クリエイティブを使っているのか疑われるレベルで、あれ、なんか村人が入ってきちゃった。羊が何匹か脱走しちゃったし。まあいいや、気にせず。しょ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 。うん、ちょっと。スポンエッグだと大変だからコマンドで出しちゃいたいと思います。おおおおおお、こんぐらいでいいかな。よし、うん、さすがにこんなにいたらね、マイキーも何かしら疑ってくると思うので、ちょっとやっていきたいと思います。なんかマイキー、あの豚さんを可愛がってるようで、なんかいいですね。優しいですね、マイキー。じゃあ僕も行きますかね。あ、マイキー、お待たせ。ん？できた？うん、いい牧場。ジンジロ見せて。よいしょ、うん、こっち見に行こうよ。よし、マキー、僕の牧場はあそこかな。見に行こうよ。ん？ちょなんで？どうやって？ん？ジンジ、さすがにこれはちょっと。